側面から見た、尺骨尺骨は、死守動物の前足を構成する骨であり、前腕の2本の長い骨のうちの1つである。断面は、角柱状の形状をとり、頭骨と平行に並んで存在している。尺骨と頭骨の大きさや長さを比較すると、尺骨の方が、やや大きく長い。解剖学的生意において、体に近い内側側にあり、小指の側に、 位置するのが尺骨である。前腕及び手の尺骨側を尺側という。動部に対しては、医学用語の内側が日常語の外側にあたり、紛らわしい。尺側の反対側を頭側と呼ぶ。人の尺骨は左右の前腕に一つずつ存在しており、頭骨とともに前腕構造を支持し、遂空の存在する感情骨、すなわち長骨に分類される。 金印板に滑車切れンという特徴ある構造を持ち、上腕骨滑車を包むように上腕骨と関節する。頭骨とは反対に、金印板の方が太く遠位方向に移行するに、従って細くなり、円板には、尺骨形状突起という突起構造を持つ。金印板では、尺骨滑車切れンが上腕骨滑車と関節し腕弱関節を形成し、 頭骨と上、しおり弱関節を形成する。縁異端では、頭骨と下頭尺関節を形成する。英語など、欧州書語で使用されているウルナは、もともとラテン語で、下腕という意味である。古い中国医学では、寝代の、異臭、金明に頭骨とまとめて、肘骨と言われ、競技では尺骨を、肘骨と、頭骨を、タスク骨と呼んだ。 杉田玄白もこれを踏襲し、解体新書では尺骨を鍛肘骨と頭骨を直肘骨と訳している。現在の尺骨という訳語は重低解体新書で大月玄卓が偽訳として初めて用いた用語で古代ローマで肘が長さの単位として用いられたことから古代中国修正における身体弱の一つである尺を当てはめたものである。 ありがとうございます。